こんにちは、片岡信恵です。心のこと、体のこと、生き方のことなどお話ししています。よろしくお願いします。今日ご紹介するのはこちらの本です。手帳で夢を叶える全技術という本ですね。こちらは高田ひかるさんという手帳ライフコーチをなさっている方の著書になっておりまして、まあ、手帳術というものを始められる方にとってはもうバイブルのような本になるかと思います。ベースになっている考え方は有名な7つの習慣という本なんですが、あの7つの習慣に基づいた手帳術をご紹介くださっている本で、とても分かりやすく読みやすい、そして実行しやすい内容の手帳術の指南書になっています。冒頭にですね、本の中で手帳は人生をデザインする最強ツールだというふうに書かれています。手帳と言いますと、なんとなくスケジュール管理をする、時間やタスクの管理をするものと考えてしまいますけれども、詰まるところ自分の人生をどのように運んでいくかというのを計画するためのツールになってきますので、自分が一体何者なのか、そしてどんな人生にしたいのか、自分がなりたい人生のために何をしていくべきかというのを手帳を通して真剣に考えて取り組んでいこうじゃないかということなんですね。とてもね、ベースとなるものの考え方をしっかりと教えてくださってますので、まずここで手帳に対する思いをしっかりとご自分の中で落とし込んでいかれてから進められると良いかと思います。何をしていくのかということなんですが、自己実現なんですよね。自分がどうありたいかという姿を追っていくんですが、自己実現の4段階の原理原則としまして、まず一つ目にありたい姿、目的ですね、目的を明確にすること、これが第一段階なんです。その次にその目的に向かっていくためのルートを、道しるべを作るのが目標の設定になります。そして目標が設定できたら、その目標を達成するために行う行動ですね、この行動を計画する、アクションプランっていうのが必要になってくる、これが3つ目なんです。そして4つ目が、その目標に近づくための行動計画を実際に行動に移す、実行するというこの4段階ですね。目的があって、目標を立て、目標に対する行動を決めて実行する、この4段階を手帳の中でやってしまいましょうということなんですね。目的、目標を決めていくときに大事にされている視点が2つありまして、役割と時間マトリクスなんですよ。役割と言いますのは、私たち生活している中でいろんな顔を持っていますね。家庭での顔とか社会での顔、私でしたら母親であったり妻であったり、仕事をしているというものもあったり、趣味の世界でも役割があります。いろんな役割ごとに自分の欲しいもの、なりたい姿、やりたいことを明確にしていく、自分の中の役割を明確にして、さらにその先にある希望を明確にしていくという、この振り分けが大事というのが一つ目の視点なんですね。で、次に時間マトリクスなんですが、あの4分割した表でよくご覧になった方も多いかもしれません。緊急度と重要度というのを分けていて、より緊急で重要なものを第一領域、緊急ではないけれども重要なものを第二領域、緊急だけれども重要じゃないものを第三領域、緊急でも重要でもないものを第4領域と分ける、このマトリクスですね。で、このマトリクスの中の第2領域、緊急ではないけれども重要なものを増やしていくのが、まず自分を高めていくために必要なことというふうにされているものなんですが、この第2領域を増やすということは自分との約束を守ることなので、最重要事項に置かなければならないということを重要に捉えておられます。そうですね、自分の人生を計画するため
ために手帳を書くんですから、この第二領域を一番重要に置くのが真っ当な進め方だなと思います。この本の中ですごくたくさんの指南をいただいてるんですが、私自身やってみようと思えたことが3つありまして、まず読書ノートなんですね。読書ノート私もつけているんですが、読書ノートのつけ方として、その本を読んで実際に行動してみようと思ったところを3つ書き残しておきましょうということなんですよ。で、1冊の本を読んで何もかも全部自分のものにしようと思っても土台無理な話なので、3つ自分のものにできて実際行動することができれば十分じゃないかということなんですよね。で、確かにそうだなと思いますし、そんなに何もかも身につくはずがないですので、3つそれを書き写して、行動に移してればすごくその本を読んだ値打ちがあるなと思うんですよ。で、私自身の読書ノートをつけていて、その本の要約だったり感想を3つぐらい残すようにしていたんですが、これを行動レベルでこれとこれをやってみようという記録に変えたら、ものすごくその本に対する印象も深く残るだろうし、ものにした感もあると思うので、これはね、ぜひやってみようと思いました。で、実際こうやってお話しさせていただいている3つも私がやってみようと思った3つで、早速取り入れさせていただいています。2つ目にやってみようと思ったことは、行動履歴を書くというところなんですね。通常こうスケジューリングしていくときに何をやって何をやってという順番に書いてはいくんですが、行動履歴というのは何にどのくらい時間を使ったかを書いておくということなんですね。で、これを把握しておいたら、次に、ね、スケジュールを組むときにどのくらいの時間が費やされるのかというのが分かるので、スケジュール立てやすいんですよね。実際こう動いてみて何分かかってるのか何時間かかってるのかっていう目安が分かると、自分の動きがすごくしやすくなるので、これもね、ぜひやってみようと思います。そして3つ目やってみたいと思ったことは、先ほどお話ししました時間マトリクス第1から第4領域を把握するために、これを見える化する、つまりスケジュールの中で色分けするんですね。どの領域の作業に自分が時間をどれほど費やしているのかということを色分けで把握するということを書かれています。2つ目にやってみたいと思った行動履歴、何にどのくらい時間を使ったかというのでも自分がどこに時間を費やしているのか分かるんですが、この第1から第4領域の色分けをすることで、一目で見て自分がどこに力を注いでいるのかもはっきり分かりますよね。で、第二領域、自分との約束をより多くするために、そして第四領域、緊急でも重要でもない、いわば無駄な時間を削っていくためには、この色分けって非常に分かりやすくていいなと思います。色分けした上で費やした時間が書かれていれば、もう明確にね、自分がどんだけ無駄な時間を使ってるのかが分かるので、この2つ手帳に早速取り入れていこうと思います。他にもね、すごく本当に役に立つ、やってみたいと思うことたくさん書かれていました。今言った3つが全部私の中で取り込むことができたら、もう一度読み返してまたできることを増やしていきたいなと思うぐらいたくさん書かれていました。他にも夢を叶える戦略であったり、夢の実現力を高める時間テクニック、未来を変える成功習慣ということで、分けてね、分かりやすい内容で書いてくださっていますので、手帳術始められる方も、実際今やっているけれどももう一つピンとこないなっていう方も、ぜひね、この本読んでみられてください。ガラッと意識変わりますし、より効率的に手帳と向き合う方法が分かってくると思いますので、おすすめの一冊です。はい、ということで今日のお話はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは誰もが自分を大切に人生を楽しむヒントをシェアしています。お気に召しましたらチャンネル登録、高評価ボタンの方をお願いします。またコメント欄にご意見、ご感想、ご質問などいただけますと励みになります。どうぞよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。